こう。じゃあ、皆さんです。ドアを閉めます。ご注意ください。はい、皆さんご無沙汰しております。タビソノチャンネルのタビソノ本人でございます。今回はちょっと、まあ、漢字で一発読んで、ここなんて読むのっていう駅名です。はい、ちょっとねこちらですね。これで何と読むか、お考えですか？あのコメント欄でもいいですけど、普通はね雑色って読みますよね。雑色って読みますよね。雑色なんていうことですけど、これね駅名雑色じゃないんですよ。常識です。まあ分かんないでしょ。あのね一発でねこれ読めた方はね地元なのかな。地元の人がまあちょっと分かんないですけど、これ普通はね読めませんよね。雑式で常識でなんですよね。そこはねここ当駅の、ね、面白い点かな。それが面白いから。これがね今回紹介します常識駅でございます。KK18 ということで、品川から感じ取れて18番です。一応空港線の、ね、駅もね、ポンポンね、出てますので、まあ、入ってますので、数字番号的にね、多分 KK16 が多分羽田空港の第1、第2で、その次のね、17かな。で、その次は増式なんですよね。ちょっと飛んでるんですけど、その前に特急かな、快特かの通過ですね。快特ですね、列車が通過していきましたね。8両編成の、ね、快特列車です。ここはね多分制限110から120ぐらいでね走行してると思いますね。制限あるのかな。あんまりスピードねここ蒲田のねあれですから近いですから。現場なの私は言った通り、今回はね常識駅のね走行列車を紹介いたします。まあ雑色って書いて常識なんですが、どの駅ねの止まります列車は、普通のみです。急行、特急、快特、あと何か、モーニングウィング号は、通過でございます。住所は東京都大田区中6号2丁目です。前回紹介しました6号と、ね、同じ中6号なんですが、前回の6号時計はね、4丁目、今回のね、増資駅は2丁目でございます。品川からね、約 9.4 キロということで、そんな感じでございます。駅の構造は2面2線。1日の利用客数は27,889人、まあ、乗車って感じですね。前回の6号土手なんですが、乗車人員が1万3000ですので、それの約倍でございます。開業はね、1901年ということです。結構ね、古くからある駅ですね。増式というのは、鎌倉時代、九州の雑念役を務めた地名だが、明治末期、六号村に編入され、地名は一面に残るのみという、ご自身のウィキペディアの情報でございます。で、この1901年の開業なんですが、この時はね、六号橋駅と大森駅。大森駅っていうのは JR の、 大森なんですが、実は一時期ね、京急線は、ね、大森、JR の大森駅をね、乗り入れていました。確かそれについてはね、私のチャンネルでも過去紹介しました。京浜東北線のね、大森駅のね、紹介動画でもね、話したかなと思います。この時は確かね、大森海岸まで線路伸ばして、そこからね、JR の大森の方までも線路伸ばしたって感じですね。で、まあ、最初、当初からね、品川には乗り入れてなかったんです。結局ね、初めは大森から入って、その後ね、品川って伸ばしていったって感じです。で、確か会場はね、京浜電気鉄道によるものでございます。まあ、どんどんね、駅の方も拡張とかして、4両対応から6両編成まで対応とかね、どんどんそんなことをやっていくのが必要だとします。あと、構内雰囲気の廃止とかもされてますね。で、2000年になってね、平成22年、東京都のね、事業になってき
京急蒲田周辺のね、連続立体交差点事業がね、着手されまして、2010年に上りホームが高架に切り替え、下りホームがね、2012年に、切り替えて、2017年に京急蒲田付近を全て、普通のね、立体交差事業が、ね、完全完了したということですね。まあそんな感じです。まあそれが6号、6号じゃない、上司駅です。またね、上司駅は、ね、京急蒲田と、6号と手の間にある駅でもございます。京急蒲田の場合は1.5キロ、6号と手の間は1キロという地点にある駅でもあります。まあ、では次、映像でございます。ではご覧ください。ここ、もともとここに線路がありました。実は高架化ね、2010年ぐらいにね、したんですよね。で、それでね、現在ここはね、下はね、空き地になりました。まあ、空き地というか改札になりましたね。まあ、こんな感じかな。まあ、改札出たらね、広場ですね。こんな感じです。上に京急のね、線路になりました。これはね、もともとはね、ここは地平の普通の一般な駅だったんですけど、高架化されました。エレベーターで行こうかな。自分もすぐ来るかな。エスカレーターはあるようですね。エスカレーターなかったかな。まあ、エレベーターもね、ちゃんと設備されてます。上りホームへ参ります。でね、ここ車椅子回転しなくてもいいようにね、できてますね。ですので、ここからね、こうやって入ってきて、こう反対、まあ、まあ駅の改札に出るときは反対にできるって感じですね。まあバリアフリーでもね、結構いいものを使ってるって感じです。上りホームです。ホームに戻ってきました。こちら側のドアが開きます。
ではね、今回の動画はここまでとします。次回どこかと言いますとね、次期蒲田でしょという流れになると思うんですが、次期蒲田については年末ね、動画投稿しております。次期蒲田というのはね、生涯確か3分ぐらいのね、手短かったような気がしますが、そういう動画が上がってます。ちょっとね、今後ね、改良版としてね、再度投稿されるかもしれませんが、ちょっとね、現状のね、新しい動画をね、投稿する予定ではございません。過去に紹介したんで、今のところはしないかな。もしかするとね、なんかちょっとね、あまりも短すぎるってことで、ございますので、もしかするとね、再度、別のバージョンとして、研究蒲田のね、更新、研究蒲田駅のね、紹介動画、再度上がるかもしれません。その辺はちょっとわかりません。ですので、京急蒲田を飛ばしまして、次はね、海屋敷駅をね、紹介します。あとね、皆様に、最後にお願いでございますが、まだチャンネル登録をしてないよっていう方が、もしいましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとね、ツイッター、インスタグラムもやっております。ツイッターのフォロー、インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。あ、一つ忘れてましたが、当駅、増資駅はね、KK18 ということでございます。品川から18番目です。ではね、次回は、梅屋敷駅、多分 KK10 番の駅をね、紹介すると思います。またね、ここまで長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。